開幕の挨拶、親分お願いしますよ。はよちゃん。エータ。そのパターンで来るんですか。今回は平成2年生まれの28歳のアラサー同士で一緒に小屋コードやっていきます。よろしくお願いします。あー、これ新鮮っちゃ新鮮っすね。俺ら二人って初ですよ。いや、そうっすよね。完全初。初めましての空気感あるんですけど、俺なんなら。ちょっとなんか気まずいような。いつもあのクッション材のね、マッヒーとか誰かしらいるんで。いや、おっぱいさんって俺別にいいと思うんですけど、割と真面目な話しそうじゃないですか。いや、そうなんですよ。でもマッヒーいたら真面目な話できないじゃないですか、逆に。確かに。あ、じゃあ今日はそういう回なんですね。そう。あ、もうだから、もう真人がいるから、俺はしょうがなく受け狙って下ネタとかいつも話してあげてますけど。あー、なるほどな。あ、今回は六本木で働いてるビジネスマンの方と。いや、働いてないですね。あ、すみません、働いてないです。そこ突っ込む感じなんだ。変わんないじゃないですか、邪魔してるかもしれないと。下ネタは言わないです。あー、なるほど。はい、お茶さん、俺今度オフ会やろうかと思うんですよ、ちょっと。オフ会、お茶さんってオフ会とかしたことありますか、完全なファンと。いや、一回もないですね。でも、イベントとかでファンと会うことって結構多いですよね。はありますね。実際どうなんですか、怖いの、やっぱファンと会うのって。俺も怖いんだけど、なんか俺は怖いかもしんない。でもなんかへそぴしてるようなギャルから、え、お茶じゃん、え、握手してよみたいなこと言われた時、挙取るんですか。ああ、僕そっちの方が楽なタイプです。あ、それはいけるんですね。トーク振りが別に僕得意なわけじゃないんで、はい、なんだろう、どもっちゃう人だとこっちもどもっちゃうから。ガチ緊張キッズ。ああ、そう、あの頑張ってくださいみたいな。そう。やっぱりさ、そっちの方が得意な方なんですか。いや、俺は別になんか、まあ、いじっちゃうんだよ多分。ああ、お前緊張して可愛いなっつって、別にポンポンって肩叩けばいいだけじゃないですか、割り引。いや、それがすげえなと思って、俺なんで俺のために来てくれたんだろうみたいな感じになっちゃったんで。どっちかというと、そっから、え、50万サブ近くいたら、なんかそうあらねばならないっていう、もうなんか、ま、ファンが来てくれてるんだから頑張んなきゃみたいなスイッチ入るじゃないですか。いや、そうなんですけど、やっぱあの得て増えてですよ。大橋さん、そういう意味で得意そうだなと思いますけどね。はい、多分大丈夫だとは思うんですけど、なんかやっぱ怖いんですよね。あの、表舞台で全然やってないから。真面目だな、相変わらず。YouTuber で、俺の周りで一番真面目な人っつったら大体大橋さんですから。ふざけた人風なんですけどね。そうなんですよね。やっぱあの、会いに来てくれたお客さんの顧客満足度をやっぱ高めないと、はい、離れていく可能性もあるじゃないですか。確かに、間違いない、うん、やっぱその辺も考えてしまうとですね、逆に失う可能性があるんだったらやらない方がいいんじゃないかみたいなね。なるほど、真面目だわ。そうなんです、迷ってました、ずっと。あ、気になってたんですけど、はい、ああいうのって同業者来たりしないんですか。多分来ないんじゃないですかね。来てもいいよっていう風にすれば来るとは思うんですけど、多分基本的にあの、顔出し NG 勢のオフ会って大抵個人情報結構書かせるんですよ、変なことされないように。あ、はいはいはい、やっぱ盗撮とか何されるか分かってないんで。そっかそっか。だから身分を開示させてからの応募になるんで、はい、多分その審査で落ちるんですよね、臭い子は。いや、そっか、写真盗撮してそのまま上げられたらシャレならんすもんね。そうなんですよね。そしたらそっちの意味でやっぱ緊張もあるんですね、顔出ししてないと。そうなんですよね。でしかもそのやっぱ俺この間実写動画やって、ザンゲちゃんとまあエッチしたんですけど、はい、あ、見ました、はい、いいなと思って。よかったでしょ。ザンゲちゃんとエッチした動画上げたんですけど、そしたらやっぱなんか2ブロックで帽子かぶってるせいで、なんか、はい、頭皮見えてたせいでハゲハゲめちゃくちゃ言われてんすよ。そうなんだ。お前ハゲてないけどな、全くもってハゲてないんですけど、やっぱキッズって見たいようにものを見ちゃうから。あー、だしなんかその髪型とかに対するなんかハゲてるとか太ってるとかは別にいいんですけど、結構あったのが阿部寛、芸能人俳優さんの阿部寛さんとか、あの、はいはい、向井理みたいなスタイル想像してたとか死ぬほど書かれて。お前だって向井理ゲーム実況しねえだろっていう。なんか向井理イメージしてたがっかりって言われると引っ叩きたくなりますよね。いや、まあ、そりゃそうですよ。向井理なんだったら今頃 CM 出てるから。ほんとゲーム実況なんかしてねえし、ゲーム実況ってもともとだって陰の民の趣味ですから。これそうですね。そう、何を間違ってるっていう。それちょっとあの話変わるんですけどいいっすか。はい、全然どうぞ。
今日僕夢にザンゲちゃん出てきたんですよね。ちょ、それ大丈夫ですか？動画で言える話ですか？いやいや全然言えるんですけど、いや勝手に気まずくなっちゃって、俺会ったこともないんですよ言うたら、はい、会ったこともないですけど、僕最近ポケカ始めてて、はいはいはい、ザンゲちゃんさんがあのポケカ開封あげてたんですよ。はい、で普段ならおっつって見るんですけど、はい、なんか今日ちょっと気まずくて見れなかったっえ、それ夢の中で気まずくなるようなことしたわけじゃないですよね。いやいやいや、まあそれはもうちょっとあんまり言わせないでくださいよ。なるほど、うん、本当に気持ち悪いやつになるんでザンゲいや、ザンゲちゃんぜひあの多分スタジオクーの忘年会とかどっかしらで多分また会えると思うんで、ぜひ。あ、気まずいな、行かないっすわ。機会があったら去年あんなにうちのスタジオクーの合同忘年会来て楽しそうにみんなと喋ってたじゃないですか。いや、楽しそうに喋ってたように見えましたか、僕の姿が。楽しそうにめっちゃ喋ってたじゃないですか。コミショウのゴンゲみたいな。オッケーっす。ナイス。やばかったっすよね。思いっきり会場の端っこで気まずそうにしましたもんね。僕毎年忘年会行くとああじゃないですか。あれ見た時、俺お茶さんの自称コミショウって俺ファッションコミショウだと思ってたんですよ。はい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 。トーク内容はオラオラじゃないですか、若干。ああ、まあまあまあ、ネットイキリですかね。ネットイキリ、そう、はい、ネットイキリ特有のオラオラ強気兄貴だと思ってて、すっげえ気まずそうにドリンク飲んでたから俺毎年後悔するんですよ、一回だけよかったっつって。あとあのなんか前会った時、お茶さんってそのほら荒野行動で1年でバッて伸びたから、なんか はいはいはい、ポットでのやつが生きってるって思われそうで嫌われてるんじゃないかって不安がってたじゃないですか。いやー、それは今もありますよ、やっぱり。マジっすか。でももうだってほら何十万サブみたいになって1年以上経ってるわけだから、荒野でたまたま伸びた人っていう枠から、あ、さよどらさんねっていう認識だと思うんですよ、みんなも。だから多分そこはなんかもう完全に YouTube の中で地位をもう築いてるから、みんなが逆に寄ってくると思いますけどね。あ、さよどらさんだって言って。まあまあ、でも程よくちょっと自尊心を高めつつって話ですよね、はい、これもね、やっぱ YouTuber と自尊心ってのは永遠課題だなって思ってて、はい、おっぱさんが言ってたじゃないですか動画で、伸びる YouTuber の3条件みたいな、はい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 、やっぱそこに自信みたいなもの入ってじゃないですか、はいはいはい、ナルシストであることみたいな、はい、あ、確かにと思って。自分のこと面白いと思ってないでやってらんないですからね、気狂っちゃいますよ。結構なんかあの YouTube であの追い詰められてる子たちって、俺の動画って何が面白いんだろうって思いながら上げてる子とか多いじゃないですか。ああ、そうですね。これで本当にファンって笑ってくれんの、喜んでもらえんのみたいな。あ、そうなっちゃうともう疑心暗鬼で無理じゃないですか、正直。この間話した時に、自分の動画見返すかみたいな話になったじゃないですか。あ、はいはいはい、あれ俺見返せない方なんで。へえ。じゃあ自分の動画を自分で見て面白いってあんま思わないタイプってことですね。思う時もありますけど、結構素材ボツ多いそれ。いるんすよね。やばいやばい、止まった止まったそれ。マジ？え？お、俺完全固まりましたわ。あら、え、マジ？ごめんなさい、倒したと思ってました。いやー、申し訳ない、固まってました。ちょっと団体競技場別々に入って対マンしますか。いいっすよ。団体競技場2対1。これおっぱさん敵っすか。はい、敵です。俺なんか味方に知らない人います。きつあれ、なんか話したいトークあるって言ってませんでしたっけ。ああ、ですね、私ですね、多分この動画が上がる頃には公認実況者終わってるんですよ。ああ、そうなんですよ。そうだそうだ、動画で見ましたわ。さよどらさんも公認やめるんですよね、今月いっぱいで。いやいやいや、やったことないから。あ、そっか、もう言いたい放題になったっすね、したら。そう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 、俺もさよどらになりました、言いたい放題の。いや、そんな言いたい放題言ってないですけど。一応まあ、そう、前にあったあのなんかお茶さんがあの95式スキン公認実況者様みたいに僕らはもらえないですよってネタで言ったのあったじゃないですか。あー、ツイッターでね、はい、はいはいはい、あれ公認実況者の子たち、え、なんでお茶さんってこんな攻撃的なこと言うのって めっちゃ怯えてましたよ、あれみんな。嘘でしょ、誰ですか。マジかよ。マロマヒトがちなみに裏で俺に聞いてきました。え、お茶さんってめちゃくちゃ怒ってますみたいな、この件みたいな。怒ってない怒ってない、茶化しただけじゃん。しかもあれ、おっぱいさんが冷やかしてきたから乗っただけじゃないですか、ね、そうなんですよ。俺とお茶さんだからなんかネタになってるけど、野良の子たちからすると、え、なんで公認実況者様とか言ってめちゃくちゃお茶さん公認のこと煽ってんのみたいな感じで。ついニヤニヤしてただけっすよ。そうなんですよ。元公認実況者様の力を見せてやるぜ。ほとんどないんですよ、知ってました。本当だ。すごくないですか。
おかしい。おかしいな、この、これおかしくない？ひどい。これひどいな。大きい意味やめてください、その感じ。置いてない。置いてるっすよ、それ。いや、出ないっすよ。俺、こういうの。賢いんで。公認実況者の力を見せてやる。あ、もうやめた。インド渡してやりますよ。ほい。え？うまっ！うまい、今の俺。うまっ！すげえ、これが公認実況者様ですよ。あ、そうなんだ、思い知った。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。